第七章、一節から十六節。そちらから書いてよこしたことについて言えば、男は女に触れない方がよい。しかし、淫らな行いを避けるために、男は命名自分の妻を持ち、また、女は命名自分の夫を持ちなさい。夫は妻に、その務めを果たし、同様に妻も夫に、その務めを果たしなさい。 妻は自分の体を意のままにする権利を持たず、夫がそれを持っています。同じように、夫も自分の体を意のままにする権利を持たず、妻がそれを持っているのです。互いに相手を拒んではいけません。ただ、納得し合った上で、もっぱら祈りに時を過ごすためにしばらく別れ、また一緒になるというなら話は別です。あなた方が、 自分を抑制する力がないのに乗じて、サタンが誘惑しないとも限らないからです。もっとも、私はそうしても差し支えないというのであって、そうしなさいと命じるつもりはありません。私としては、皆が私のように一人でいてほしい。しかし、人はそれぞれ神から賜物をいただいているのですから、人によって生き方が違います。未婚者とやもめに言いますが、 皆、みな私のように一人でいるのが良いでしょう。しかし、自分を抑制できなければ結婚しなさい。情欲に身を焦がすよりは結婚した方がましだからです。さらに、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは私ではなく主です。すでに別れてしまったのなら再婚せずにいるか夫の元に帰りなさい。また、 夫は妻を離縁してはいけない。その他の人たちに対しては、主ではなく私が言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。なぜなら、 信者でない夫は信者である妻のゆえに聖なるものとされ、信者でない妻は信者である夫のゆえに聖なるものとされているからです。そうでなければ、あなた方の子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし、信者でない相手が離れていくなら、猿に任せなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと、 結婚に縛られてはいません平和な生活を送るようにと、神はあなた方を召されたのです。妻よ、あなたは夫を救えるかどうか、どうしてわかるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうか、どうしてわかるのか。17節から24節。おのおの主から分け与えられた分に応じ、それぞれ、 神に召された時の身分のままで歩みなさい。これはすべての教会で私が命じていることです。割礼を受けている者が召されたのなら、割礼の後をなくそうとしてはいけません。割礼を受けていない者が召されたのなら、割礼を受けようとしてはいけません。割礼の有無は問題ではなく、大切なのは神の掟を守ることです。 おのの召された時の身分にとどまっていなさい。召された時に奴隷であった人もそのことを気にしてはいけません。自由の身になることができるとしてもむしろそのままでいなさい。というのは主によって召された奴隷は主によって自由の身にされたものだからです。同様に主によって召された自由な身分のものはキリストの奴隷なのです。あなた方は 身の代金を払って買い取られたのです。人の奴隷となってはいけません。兄弟たち、おのおの召された時の身分のまま、神の前に留まっていなさい。二十五節から四十節。未婚の人たちについて、私は主の指示を受けてはいませんが、主の憐れみにより信任を得ている者として意見を述べます。今危機が迫っている状態にあるので、 こうするのが良いと私は考えます。つまり、人は現状に留まっているのが良いのです。妻と結ばれているなら、そのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら、妻を求めてはいけない。しかし、あなたが結婚しても罪を犯すわけではなく、未婚の女が結婚しても罪を犯したわけではありません。ただ、結婚する人たちは、その身に苦労を負うことになるでしょう。 私は、あなた方にそのような苦労をさせたくないのです。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。今からは、妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。 この世のありさまは過ぎ去るからです。思い煩わないでほしい。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が二つに分かれてしまいます。独身の女や未婚の女は体も霊も聖なるものになろうとして主のことに心を使いますが、結婚している女は どうすれば夫に喜ばれるかと、世のことに心を使います。このように私が言うのは、あなた方のためを思ってのことで、決してあなた方を束縛するためではなく、品位のある生活をさせてひたすら主に仕えさせるためなのです。もし、ある人が自分の相手である娘に対して情熱が強くなり、その誓いにふさわしくない振る舞いをしかねないと感じ、 それ以上自分を抑制できないと思うなら思い通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。二人は結婚しなさい。しかし、心にしっかりした信念を持ち、無理に思いを抑えつけたりせずに相手の娘をそのままにしておこうと決心した人はそうしたらよいでしょう。要するに、相手の娘と結婚する人はそれで差し支えありませんが、結婚しない人の方がもっと良いのです。 妻は夫が生きている間は夫に結ばれていますが、夫が死ねば望む人と再婚しても構いません。ただし、相手は主に結ばれているものに限ります。しかし、私の考えによれば、そのままでいる方がずっと幸福です。私も神の礼を受けていると思います。